本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。ただいまより変化株式会社様とつくば未来市とのテクノロジーの開放で暮らしを変化、つくば未来市 DX に向けた包括連携協定の締結式を開式いたします。本日司会を務めさせていただきます総務課デジタル推進室の石井と申します。よろしくお願いいたします。なお本日は新型コロナウイルス感染症対策としましてオンラインおよび最小限の人数での実施とさせていただきます。それでは初めに本日の出席者をご紹介させていただきます。まず変化株式会社様からご紹介いたします。変化株式会社代表取締役副社長宮本和明様にご出席をいただいております。続きまして、つくばみらい市の出席者を紹介いたします。市長、小田川博でございます。はい、よろしくお願いします。副市長、渡辺千明でございます。はい、よろしくお願いします。市長、公室長、菊池達夫でございます。よろしくお願いいたします。総務部長、染谷武史でございます。よろしくお願いします。続きまして協定の概要についてご説明いたします。本協定はつくばみらい市において ICT 技術を活用することでつくばみらい市民の声を自治体がシームレスに把握し地域活性化および市民サービスの向上提供につなげ日本一住みやすい町つくばみらい市の実現を目指すことを目的にしています。具体的な連携事項としましては1. つくばみらい市民にとって ICT 技術を活用した住みやすい町づくり推進に関すること 2. その他 ICT 技術を活用した目的を達成するために必要な事項であります。それでは協定の締結に移ります。協定書をお配りしますのでそのままお待ちください。それでは協定書に署名をお願いいたします。ありがとうございました。ただいま変化株式会社様とつくばみらい市との間でテクノロジーの開放で暮らしを変化つくばみらい市 DX に向けた包括連携協定の締結が成立いたしました。それでは写真撮影に移ります。準備をいたしますので少々お待ちください。準備ができましたのでマスクをお外しいただき協定書をお持ちくださいますようお願いいたします。こんにちは。今日ですね、つくばみらい市と変化株式会社様とのテクノロジーの開放で、暮らしを変化つくばみらい市、DX に向けた包括連携協定ということで、締結を無事に終了いたしました。できました。ご多忙の中、変化株式会社様の宮本代表取締役副社長をはじめ社員の方々にもご出席をいただきまして厚く御礼申し上げます。近年の情報技術はもう発展がですね、大変目覚ましく国においては未来社会の姿として超スマート社会、これを提唱しております。そして IoT や AI などの先進情報技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れていくソサエティ 5.0
この取り組みを推進しているということに加えまして、国においてはデジタル庁を設置し、デジタル化の動きに今加速をしているというようなところでございます。ただですね、自治体を見てみると、なかなかこのデジタル化というのにはですね、どうしても遅れを取っているなという感じはいたします。これは国もそうだと思っているんですが、なかなか口でデジタル化というのは簡単なんですが、実際に市民の皆さんの生活を見てみると、そこまでデジタル化が進んでいるかというところはまだまだちょっと首をかしげるところがあります。まずは高齢者に対してですね、これはまだまだスマートフォンの普及も高齢者にとってはハードルが高いものにもなっていますし、そしてまた皆さんの生活にどれだけデジタル化が進んでいるかというと、ちょっとこの行政サービス、そしてこの情報という分野においてはまだまだちょっと進み方が遅いのではないかなというふうに感じております。まあ、そういった中でですね、当市と変化株式会社様との間には、ICT 技術を活用するということで、2020年1月に締結しております子育て支援、これの地域活性化に関する包括連携協定、これをですね、やっていただいたということで、保育事業に関しては保護者の皆さん、そして保育士の皆さんから非常に、喜んでいただいているというようなことを聞いております。そしてまた今回新たにテクノロジーの開放で暮らしを変化ということで、つくばみらい市の DX に向けた包括連携協定を結ぶということで、またこれがさらにですね、この保育事業のみならず、またさらに新しい分野へこれが拡大していくのではないかなというふうに考えておりまして、非常にこれは期待をしているところでございます。この協定によってですね、つくばみらいの市民が ICT 技術を活用して日本一住みやすい街というふうに実感してもらえるというようなことになるように、変化株式会社様の協力をいただいて、積極的に事業を展開していきたい、私たちも最大限協力をさせていただきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後になりますけども、本日ご臨席を賜りました、皆様のご多幸ご健勝をお祈りいたしまして、簡単ではありますが私のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。続きまして、変化株式会社代表取締役副社長宮本和明様、お願いいたします。変化株式会社代表取締役副社長宮本でございます。昨年は子育て支援に関する包括連携協定を結ばさせていただきました。つくばみらい市がさらに一層住みやすい街になるにはどういった取り組みが効果的か、小田川市長とお話をさせていただいておりました。そして、この度新しく包括連携協定を更新し結び直すという形になりました。これまで保育所、子育てセンター、子育て支援センター、そして妊婦さんへの情報提供の部分で弊社のテクノロジーが役に立てるということが分かってきました。次のステップとして、子育て支援から拡大させる形で新たな包括連携協定を結べることを嬉しく思います。自治体 DX の先行事例となる取り組みを小田川市長をはじめつくばみらい市の皆様と一緒に形にしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここで報道関係の皆様から事前に頂戴しているご質問を回答させていただきます。1問目でございます。今回の協定は子育てに関する包括連携協定の発展になると思うのですが、以前の連携協定ではどのような成果がありましたか。また今回の協定によってどのような効果を期待されていますでしょうか、という質問でございます。この質問に関しましては、つくばみらい市長小田川より回答をさせていただきます。はい、お答えいたします。子育て分野での取り組みということなんですけども、
変化さんと連携して市内の2カ所の公立保育園、こちらで ICT 技術を活用した保育所と保護者との連絡手段、これをですね、システムを作りまして、その実証実験を実施したということでございます。これまではですね、電話で保護者から保育園保育所に連絡をして、欠席ですとか遅刻、そういった連絡をやっていたんですが、この電話ということはもう非常に先生の時間のロス、手間もかかりますし、保護者もいちいち電話を、朝忙しい時間の中で電話をしなければいけないという、そういった煩わしい作業があったんですが、それをオンライン化することによってですね、保護者の負担を緩和すると、そしてまた紙で、お知らせというもの、連絡ですよね、連絡事項、毎週、これ毎月お便りという形で保護者の方に園側も伝えていたということなんですが、それも全てオンラインにして、双方向でも簡単に見ることができるというようなシステムを作っていただいたということでですね、その結果なんですけども、令和3年度には全ての公立保育所と子育て支援室にこのシステムを導入いたしました。そしてまたさらに利用者を、保育園保育所の利用者だけではなくて、妊婦妊産婦までですね、対象を広げまして、より良い子育てしやすい環境の整備をしたというところで、もう実績もすでに上がっているということでございます。このような取り組みをさらに発展させるということで、これを保育園の利用者だけではなくて、市民の皆さんとですね、スムーズな双方向のコミュニケーションサービス、これが取れないかということで、今回ですね、この変化さんとの提携に至ったということでございます。このテクノロジーの開放という言葉、私も非常に気に入っておりまして、この言葉がですね、もともと市民の皆さんに広く知れ渡って、そしてまたこの前にチラシがありますけども、市民の暮らしをより良くするというようなことで、さらに取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。2問目の質問でございます。 IT 企業の変化株式会社様がイメージしている自治体 DX とはどのようなものでしょうか。この質問に関しましては、変化株式会社代表取締役副社長宮本和明様、回答をお願いいたします。はい、IT、ICT の分野で弊社ずっと仕事をさせていただいております。その流れの中で考えることは、20年前、30年前はどちらかというと企業のようなものが先に新しいテクノロジーを開発し、それがゆっくりと個人の方に降りてくるということを我々経験してきました。ただここ10年ほどものすごくテクノロジーのスピードが速くなり、起こっていることは企業から個人ではなくて、個人の方が先に新しいテクノロジーを使い始める、例えばスマホであったり SNS であったり、そういったものを使うようになってきています。そしてそれが少しずつ企業や自治体に遅れて入っていくということを、流れが逆転をしてきているということを感じております。で、特に地方自治体はどこも紙媒体、電話、それから窓口の対応といったものが中心にまだ置かれているという状況にあります。かたや個人はスマホを使いこなし、夜、夜中、あるいは土日、それから遠くにいてもコミュニケーションが取れるといったような便利な環境に身を置くことができております。これを個人のレベルまで追いつく、そして、住民の皆様が企業の皆様を同じように個人のレベルにテクノロジーを追いつき、便利な世の中にしていくということを目指していきたいというふうに思っております。自治体 DX、 それは個人のレベルに自治体が追いつく、そして住みやすいテクノロジーを享受をするということを目指していければというふうに思っております。それを通じて、つくばみらい市、
一番早く住みやすさ日本一に近づく到達するということをつなげていきたいと考えております。ありがとうございました。これで質疑を終了いたします。以上をもちましてテクノロジーの開放で暮らしを変幻つくばみらい市 DX に向けた包括連携協定締結式を閉式といたします。本日はご多忙の中ありがとうございました。今後とも末永いしご支援をいただけますようお願いいたします。宮本副社長どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。